でかい、部屋がでかい。全然、なんじゃこの差は。ニューヨークのあの狭い部屋と、ね、ニューヨークのあの狭い部屋と比べて、何このでかさ。でかい。でけ、浴槽がある。どうこれ。浴槽がある、浴槽がある。はい。すげえでけえ部屋。うわあ。今全身にジンマシンが出てるので、いやあ、アレグラ飲んだんですけど、ちょっとやばいかもしれないので、念のため24時間やってる病院に行こうと思いますね。ふーいった、やっぱ、やばい空間ですね。寝てるしさ、喧嘩してるしさ、薬で狂っちゃってる人もいるし、どうなるんだろう。だいぶ良くなっちゃったんですけどね、待ってる間にあれぐらい聞いてきたって。もう呼ばれちゃったから、これ手続きしなきゃだよね、多分ね。長くなるぞ、やばい。はい、終わりました。まあ結構強い薬をあげるよって言われましたね。はい、ステロイドで、でまあ一気にバーンとなくなんじゃねえって言ってました。はい、どうなるでしょうか。いや、ロブスターにもしアレルギー反応を起こすんだったら俺嫌。やだ、それは嫌。ロブスター食べれなくなるの嫌。それは勘弁してほしい。おお、それは嫌。本当に。いや、でも分かんないからね、何が原因だったのか。まあ疲れとかもね、絶対あるはずなんでね。あれぐらい飲んでだいぶ引いたけどな。はい、薬飲むそうです。はい、ボストン大変だったんですが、チェックアウトしました。また何、 Google マップって全然分かんなかったんでぐるぐる回っちゃいました。僕にとって Google マップは分かりにくい参考書でしかない。いや、この道は、まあ、この後、はい、ニューヨーク戻って、コロンビア大学行ってビリギャルさんに会って、ビリギャルに会ってきます。はい、さあ、トラックナンバーがアナウンスされましたので、ナンバー7の席かな。みんな違う電車に乗り換えてます。一体どうなるんでしょう、さっぱりわからんけど、とりあえず乗ってみるか。トイレあるのかな、そもそも。
トイレ見るのかな。トイレなかったらやったの。あ、ちょっとトイレあった。はい、ということで別の電車に乗りましたが、まあさすがアメリカだよね。ワイヤー切れたとかそんなことあるか。はい、ということでなんかニューヨーク行きのあのチャックが全部止まってました。また電車止まったんで、もうこれ待ってたら4時にもビギリギャルさんは用があるって言ってたんで間に合わなくなっちゃうんで、ということでウーバーで来ます。もう一気に1時間ぐらい150ドルぐらいですけど、はい、もうそれで行きたいと思います。さあ、ウォーターストリートに来るって言ってたよな。ウォーターストリートはここか。ジョンストリート、ウォーターストリート、ジョセフ、チェ、なんとか。この辺かな、ちょっとじゃあ、待ちたいと思います、ウーバーを。どこなんでしょう、ここは一体。全く知らない場所へやってまいりました。はい、待ちます。Right. はい、乗れました。ウーバーです。So I took Amtrak from Boston, but the Amtrak stopped. They said like wires were broken.So, trains are not moving. Oh, that train's not moving. Yeah. I changed the train. Yeah. But that one was too slow. So, that's why I decided to use Uber instead. はい、めっちゃ時間かかって着きました、コロンビア。いや、時間かかったわ。だってウーバー乗ってきたからね。155ドルチップも上げなきゃいけないわ。あ、